あ、あ、あ <laughs> 皆さんこんにちは、熊沢でございます。すいません、えー、っと、今日はね、音楽のお話し,していくんですけど、ちょっとケージにね、ずっとこのちびちゃん、最近保護した子を入れとくと非常にうるさいので、まあちょっと抱っこしながらちょっとお話しさせていただくんですけど、あんま気にせずに、あのー、聞いてもらえたらと思っております。音楽クリエイターが、 暇でなくてはならない理由っていうのをちょっとお話ししていきたいと、えー、思っております。まあ、皆さんね、その音楽を作るみたいなところで、まあ、いわゆる音楽クリエイターみたいなことをね、まあ肩書きとしてされている方もいらっしゃると思うんですけど、あのー、担当直入に言うと暇な方がいいです。はい。これは僕の体感なので、まあ絶対そうあるべきだっていう、その断定的なべきだっていうことではないんですけれども、 僕個人の体感、体験としては、暇である方がいいというふうに個人的には捉えております。で、今日はその理由についてお話をしていきたいと思ってます。でね、まず1個目に、えー、っと、まず大前提としてお話ししておくのが、えー、っと、要はそのクリエイターとして仕事を受ける。で、その仕事が全くないから、暇な方がいいよ。仕事ない方がいいよっていう意味合いではなくて、 えっと、暇な時間をいかにその音楽にえっと割り当てて充実させるかっていうことが重要であるということがまあお話ししたいということなんですね。で、まあ音楽作る以外にもいろんな業種でえっと、まあクリエイティブなあの、例えば CG を作るとか映像を撮るとか写真撮るとかっていうそのクリエイターだったりとか、まあ、カメラマンだったりとかっていう仕事をしていると まあ僕はどうしてもカメラを扱った仕事もしているのでカメラにも共通して言えることなんですけどあの確実に暇が俺上手に使えてるなっていうふうに思ったりすることがすごく多いんですねでまあそれがそのうまく使えるといいというかそれはそのタイムマネジメントみたいな意味合いではなくて、まあ、結論で言うと趣味がない方がいいっていう感じだったりもするんですよ 例えば普段は音楽を扱っている。で、余暇の自分の自由に使える時間の中でアニメを見る。映画を見る。えー、っと、他にも、まあ、どっかにその出かけるようなそのレジャーというか、アクティビティというかね、釣りをするのが好きだとか、まあいろいろその趣味みたいなところってあると思うんですけど、クリエイターは僕個人のお話ですよ。僕個人としては趣味がない方がいいと思ってます。 はい、であってもあったとしてもそれに費やす時間より圧倒的ににに音楽に費やしてていいいいいる時間が多い方が多方、えー、いいなっていうう風思うんですねでもちろん一応こう表現をする人間でもあるので映画見たりとかアニメ見たりとかドラマ見たりとかっていうのは一つその感性を養うっていう意味合いではあのー、重要なポイントだと思うんですけど僕個人は趣味がないのでまあ、ないこともないんですけどね。あの猫ちゃん をうち、あの、最近で、あの、増えて、合計で4匹になってるので、まあ、その子たちとちょっと戯れるとか、あのー、奥さんと一緒に映画見たりとか、あのー、そういうことはもちろんするんですけど、あの、何はなくとも、やっぱその音楽にどれぐらいの時間を費やせるかっていうところにおいて、まあ、暇であった方がいいよっていう内容なんですね。そう。 暇な方がいいと。圧倒的に。うん。で、じゃあその暇な時間を使って何をするのかって言ったら、まあ勉強だったり、まあその実技をまあ伸ばすみたいなとこだと思うんですよ。なんかちょっとハンガーが落ちたと思うんですけど、多分。まあそういうことだと思うんですよね。僕個人としては。例えば、まあ J-POP を扱ってますっていうクリエイターがいたとして、あのー、その J-POP といってもすごく、う多種多様じゃないですか。あの、いろんな、 例えば、レゲエの要素だったり、R、R&B の要素だったり、ヒップホップの要素だったりとかを、あの、何でも取り入れていいのが J-POP のいいところなので、ま、音楽ってそもそも別にジャンルに左右される必要がないのでね、何を取り入れてもいいわけですよ。それから、やっぱ流行りのコード進行があったりとか、うんと、流行りのそのメロディーの展開があったりとか、流行りの、あの、ビートの組み方があったりとか、それから、その、 流行ってはないけれども、その音個知新ということで、昔流行ったトレンドみたいなものを取り入れてみたりとかっていうのって、そんな一朝一夜でできるものでもないと思うんです。体感として自分が心地いいと思えるものであったりとか、今流行っているっていう楽曲を、まあ、ディグルじゃないですけど、まあ、そういったことをしていったりとかして、情報を取り入れたりとか。 あるいは新しい技術を習得したいということで、例えばギターを練習し始めようとか、キーボードを練習し始めよう、ドラムを練習し始めようとか。演奏はできなくてもいいんだけど、例えばアルトサックスの音域ってどこまでカバーできるのかっていうことを学んでみたりとか、そういう時間に積極的に当てていく必要があると思うんですね。まあ、要はそのメンテナンスの時間だったりもすると思うんですよ。自分の技術は果たして、 えっと、今、あのー、十分な量あるんだろうかっていうような、うんと、こう、解雇するというかね、反省するというか、もう帰り見て、客観的に見て、いや、ここはちょっと足していかなきゃいけないところがあるんじゃないかっていう、とかっていう意味合いでも、メンテナンスの時間に当てられるかなと思ってます。はい。で、僕自身どうかっていうと、やっぱり、あのー、ギターとかベースを弾くんですけど、 やっぱ日々、最低でも一回は触るようにしようだったりとか、あの、新しい、その、何かこうと、アイデアとして取り入れたいなと思ってるものを、実際8小節とかでもいいから、曲として仕上げてしまうとか、そういう風に、あの、やるようにして、時間を使って勉強したりしてますね。で、僕の場合は、あの、カメラで仕事もしたりするので、 映像について学びたいと思う日もあるし、写真についてもっと学びたいと思う日もあるし、音楽についてもっと学びたいと思う日もあるし、とにかくその感性を取り入れたいんだ、充実させたいんだというところで何か作品を聞いたり見たりっていう時間を作る時もあるし、とにかく音楽にどれぐらい自分の許された時間を避けるかっていうところは結構重要だと思うんですよね。うん。で、咲く時にも 結局その、なんだろう、う目的がしっかりしていないと、ただ単に時間を割いたから、俺はこんだけ頑張ったんだっていうことにはやっぱならないですから、そこはね、一つちょっとこう、あの自分の中で、こう、どうやって時間を使うのがいいんだろうっていうような、あの感じなんじゃないかなと、えー、思ってます。はい。で、まあ最後に、<laughs> まあ、あの僕個人としてやっぱり思うことがあって、えー、っと、 音楽を扱ったりする人間って、日々、ま、いろんなフラストレーションっていうのが溜まっていったりするんですよ。まあ、フラストレーションって、ま、いわゆる欲求不満っていう言葉だと思うんですけど、まあ、ストレスだったり、えー、っと、ストレスは絶対抱えると思うので、マジノンストレスで生きてる人って逆にストレスに弱くなりますから、適度なストレスはね、あの、受けるべきだと僕は思ってんだけど、まあ、ストレスをくわ、あの、自分に加えてしまったりとか、あるいはフラストレーションが溜まっていったりすることってあると思うんですけど、 僕らミュージシャン、音楽を扱う人間は、音楽でしかフラストレーションって発散できないはずなんですよ。そのために、要はその自分の欲求不満を音楽で話してるわけなので、それができない人とか、それが理解できない人は、多分あんまり向いてないんじゃないかなと思います。例えばフラストレーションは釣りで発散しよう、バンジージャンプで発散しようの人は、 ちょっとまあ、クリエイターとしては不向きかなとはちょっと思ったりはします。うん。ただ必ずしも、あの、そうではないと思う。僕が見てきた経験と僕がどうであるかっていうところの、あの、経験値での中でのお話なので、なんとも言えないんですけど、僕はそういうふうには感じたりしてます。はい。まあ、ということで、えー、まあ、音楽クリエイターは暇であれというような内容でお送りし,してきましたけれども、 とにかく、その、持て余した時間っていうものは全て音楽に投入していくっていうことを、あの、していくと、要は日常の中で見た景色だったりも全部音楽に繋がってくるし、うん、今のこの社会情勢とかっていうものも、あの、音楽によって、あの、一つこう、なんて言うんでしょうね、社会に訴えたいこととかっていうものも、こう上手に取り入れたりしながら、 やっていけることができるようになるんじゃないかなと思いますので、まあ、ちょっとこう何か音楽を発信する上で、作っていく上で悩まれている方の、あの、いくらかの、まあ、参考というかね、考え方の一つとして、あのー、まあ、なんか参考程度になればいいなと、えー、思っております。はい、ぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。Twitter と Instagram のフォローもお願いします。それでは、またお会いしましょう。熊沢でした。